どうしよう。よろしく。今日は忙しいと思うけど頑張ってね。はい、よろしくお願いします。まさか本屋さんで働けるなんて夢みたいです。いい意気込みだね。じゃあ早速入荷作業から始めてもらおうかな。新刊がさっき届いたところなんだ。それを店内に運んでもらえるかい？新刊ですか？すごい、こんなにたくさん。テンション上がっちゃいますね。さあ頑張って運びますよ。よいしょ、よいしょ。重い。あ、ありがとうございます。助かりました。もう少しで落としちゃうところでした。やっぱりあなたって力持ちですね。
いつもいろんなバイトで鍛えてるからでしょうか。それにしても本屋さんって体力勝負なんですね。一冊一冊は軽いのに、パパになるとこんなに重いなんて。本を届けてくれる運送屋さんにも本屋さんにも感謝です。あ、違うんです。いい体験ができたという話ですよ。本が届くまでにたくさんの苦労があると知れましたから。経験しないと実感できないことだと思うので、それを知れただけで本をより大切にできる気がします。さあ、残りも頑張ります。店主さん、入荷作業終わりました。おお、早いね。ありがとう。って君、フラフラじゃないか。大丈夫かい？大丈夫です。いつもこんな感じですので。むしろ本屋さんで働けて活力にあふれています。本当かい？でも無理はしないでね。じゃあ次はこのコーナーの本を整理してもらおうかな。いろんな本がありますけど、ジャンルがバラバラですね。あ、これも、これも読んだことありますよ。もしかしておすすめ本コーナーですか？君、さてはかなりの読書家だね。そうなんだ。どれもこれもいい本なんだけど、ただ全く売れなくてね。残念だけど、ここの本は出版社に返品しようと思っているんだ。店内のスペースは限られているし、新しい本は常に入荷してくるだろう。次の入荷までに倉庫にしまっておく必要があってね。せめて手に取ってくれる人が増えてくれればな。どれもいい本なのに残念です。手に取ってもらえたら買ってくれる人もいるかもしれないのに。何か方法があれば。なるほど、いわゆるポップ広告ですね。それなら魅力も簡単に紹介できそうです。興味を持つ人も増えそうですけど、どうでしょうか？いや、実はそれも試してみたんだけど、うまくいかなくて。というのも、私はポップ広告を作るのがすごく苦手なんだ。でもそうか、君はここにある本に詳しいんだよね。あの、突然で申し訳ないけど、二人にこのコーナーの宣伝をお願いしてもいいかな？やっぱり私も諦めたくないんだ。君の本への情熱をポップ作りにぶつけてほしい。わかりました。一人でも多くの人に本を届けられるように頑張ります。でもまずはコーナーの整理からですね。どれもいい本ばかりなんですけど、ジャンルがバラバラですし、統一感があった方がいい気がします。このコーナーに統一感を出すなら、どんな看板が良さそうでしょうか？いいですね。ジャンル関係なしに統一感を出せそうです。コーナー名はそれにしましょう。よし、できました。うん、これで統一感が出ましたね。次はいよいよポップ作成ですね。どの本から進めましょうか？とある町で再会する元恋人たちの一日を描いたお話ですね。とにかく会話劇が特徴的なんですけど、ユーモアがあって、ちょっとした一言やお話の展開がものすごく面白いんですよ。元恋人同士の笑って泣ける会話劇、二人の最低で最高な一日に、あなたも恋するはずで、どうでしょう？とりあえず一つできましたね。少ない言葉で魅力を伝えるって思ったより難しいですね。でも燃えてきました。
次お願いします。あ、まひるさんもおすすめの本なんですよ。体調を崩した時元気が出るようにって貸してくれて、でも笑いすぎてお腹が痛くなった思い出がありますね。立ち読み注意、思わず吹き出すジョーク集、笑いのセンス、腹筋を鍛えるならこれがいいですかね。楽しくなってきました。この調子でどんどん作っていきましょう。ふう、なんとか終わりましたね。店主さんも褒めてくれましたし、あとはどうなるか。お客さんです。様子を見てみましょう。興味を持ってくれるといいんですけど。店主おすすめの隠れた名作、こんなコーナー前来た時はなかったわよね。一体何がおすすめされてるわけ？ごっくり。常連のお客さんみたいですね。興味を持ってくれるでしょうか。ふん、なかなか悪くないじゃない。この小説気になるわね。ん、今はこんな絵本があるのか。めいっ子のプレゼントにぴったりだな。絵も面白いし、一つ買ってみるか。よかった、いい滑り出しです。頑張った甲斐がありましたね。今日は本当にありがとう。おかげで本は返品せずに済みそうだよ。こちらこそありがとうございました。趣味の読書がこんな形で役立つなんて。本を買ったお客さんにも喜んでもらえて、なんだか嬉しいです。それはよかった。2人のバイトならいつでも大歓迎だよ。空いてる時に声をかけてくれ。こっちが今日の日当、それからこれは私からのプレゼントだ。ありがとうございます。これもしかしてガイドブックですか？買うつもりでちょっと横に置いてたんだろう。遠慮なく受け取ってくれ。じゃあ私はこれで旅行でも彼氏と仲良くね。
中は私が風に飛ばされたりでいろいろ大変でしたけど、ちゃんとたどり着くことができました。波の音も潮風も気持ちいいですね。歩くたび砂が鳴って不思議な気分です。本当に小説の舞台にやってきたんだ。はい、たくさん遊びましょう。では早速今日の予定を確認しましょうか。まずは外貨の洞窟、二人が閉じ込められたシーンのモデルになった場所。次は無人島、武家になった王様を主人公が助けに行くシーンのモデル。断崖の途中はと、なかなか行くのが難しいところが多そうです。他にも二人が助けを求めて泊まった宿や、一緒に歩いた海岸線、星を見上げた森、励まし合いながら登った断崖絶壁、そして最後物語のラストを飾る不思議な白い花の群生地。開花日は明日なので、今日は他の聖地を回りましょう。どこから行きますか？すみません、ちょっとめまいが。支えてくれてありがとうございます。そうですね、慣れない移動でしたから疲れたのかもしれません。気持ちは元気なんですけど。それにしても大きな岩ですね。ここ張り出した岩が天井みたいになっています。ひんやりしてて背中を預けるとほっとしますね。次のスポットまで結構距離があるぞ。時間がもったいないし、ここから走っていくぞ。ああ、まだまだ見たいのいっぱいあるしな。のんびりしてらんねえよ。そうですよね、観光地なんだしたくさん見たいものもあるはずなのに、なんだか申し訳ないな。私のペースに合わせてもらっちゃって。あの、私はもう少しここで休んでいるので、あなたは先にいろいろと見て回っても大丈夫ですよ。ここでじっとしているのももったいないですし、遠慮しないでくださいね。そうですか。あれ、今のセリフ聞き覚えが。ちょっと待って、もしかしてここって二人が雨宿りした場所じゃないですか？ほら、小説の描写とぴったりだし。本当だわ。そうそう、ここで二人は身を寄せ合って、ちょうどあなたたちみたいな感じよ。あ、確かに。主人公とヒロインの関係が一気に進展するきっかけにもなったシーンですよね。そうそう、それでそのシーンで主人公がヒロインに言うのよね。なんだったかしら。そうそう、それです。つかず離れずだった二人がここで、うわー、キュンときました。小説で読んだ時もドキドキしましたけど、実際に言葉で言われてみるとまた別の良さが。むしろ心臓に悪いくらいですね。うんうん、素晴らしい再現度ですね。横で見てる私までときめいちゃった。これで雨も降っていたら小説の世界そのものですよ。このゆっくりした時間もキャラクターが体験したものなのよね。聖地巡礼の醍醐味の一つよ。たくさん回るのもいいけど、ゆっくり味わいたいわよね。そっか、こういう時間も大事なんだ。ひんやりした岩肌も、ここから見える景色も一つ一つ
見落としちゃうところだったな。あなたたち本当に小説の二人みたいでお似合いだわ。お邪魔しちゃってごめんなさいね。それじゃ旅行楽しんでね。ありがとうございます。たくさん楽しみます。お似合いって言われちゃいました。そんな風に見えるんでしょうか。だんだんあなたが小説の主人公に見えてきました。なんて二人してキャラクターを重ねるなんて少し浮かれすぎでしょうか。でもものすごく楽しいです。ここで休憩できたおかげで素敵な気分になれました。あなたはつまらなくないですか。かなりゆっくりというか私のペースに合わせてもらっているので退屈だったりしないかなって。二人で楽しむ、そうですよね。さっきの人たちが言うようにゆっくりした時間も聖地巡礼の醍醐味ですもんね。そこで提案なんですけど、少し予定を見直してもいいですか。かき氷屋さんを目指すのはいいルートですね。目的地に着いたら休憩できますし、無理なく私たちのペースで楽しめます。はい、いらっしゃい。お二人さんだね。うちの店は初めてかい。はい、大好きな小説の舞台になってるって聞いてぜひ行きたいって思って。そいつはありがたいね。最近そういうお客さんがたくさん来てくれて助かってるんだ。ゆっくり楽しんでいってくれよ。うちは大盛りだから頑張って食べきってくれな。どのくらいの大きさなんですかね。気になるけど食べきれるかな。はい、それならきっと大丈夫ですね。二人で完食を目指しましょう。すみません、フルーツマシマシジャイアントかき氷を一つください。
お姉ちゃんやエリザベスパークのみんなに何を買うか先に考えておこうかな。でもいろいろあってちょっと迷っちゃいます。あなただったら何をもらうと嬉しいですか？なるほど、お菓子ですか。あ、試食もできるそうですよ。少し試してみましょうか。どれも美味しいです。そういえば私たちさっきから食べてばっかりですね。お腹いっぱいで歩けなくなっちゃったらどうしましょうか。え、食べ歩きは美食伝で慣れているんですか？たくましいお腹をお持ちなんですね。さすがです。ちょっぴり羨ましいです。今日はここが最後になりそうですね。静かで風が気持ちいいです。この海岸は小説で二人が出会った海岸なんですよ。小説の中でも印象的で好きなシーンです。あ、ほら見てください、綺麗な貝殻ですよ。持って帰って部屋に飾ろうかな。あなたも一つどうですか？この桜色のとこの空色の貝殻、窓辺に並べたらきっと素敵ですね。まひるさんにはこれ、りんちゃんにはこれ、このキラキラのきっとりまさんが好きそうです。これはお姉ちゃんに。あ、こっちにも、あそこにも。荷物が重くなるって分かってるのに目移りしちゃいますね。あ、サンゴのかけらも綺麗です。沈んでいく太陽に照らされて海岸線に残る二人の足跡を波がだんだんと消していく。何度読み返したか分かりません。私たちもやってみませんか？砂浜に足跡を残して波打ち際まで。それじゃあ早速行ってみましょう。よいしょっと。うわ、水がひんやりして気持ちいいです。足元の砂が波と一緒に動くんですね。なんだかくすぐったい。静かで波の音しか聞こえませんね。なんだか海を独り占めにしているみたい。
丈夫です。夕日のせいだと思います。ほら海も真っ赤ですから。それよりも今日一日どうでしたか？予定よりものんびりしちゃいましたが。同じです。私も最高の一日でした。実際に自分が体験して初めて知ったこと、今日はたくさんありました。それにあなたと同じ体験をして気持ちを共有したり、お互いの新しい一面を知ることができたり、それが何よりも楽しかったです。ただ小説の世界を追体験するだけじゃなくて、私たち二人が感じたこと、思ったことが混ざり合った素敵な思い出になったと思います。今日がこれだけ楽しいと明日はどうなっちゃうんですかね。何十年に一度の体験ですし、きっと特別な思い出になりますよね。なんだかふわふわしてきちゃった。気持ちが浮き立っているのかな。明日の開花が楽しみ。旅行のガイドブックです。
は海外旅行が昔からの憧れで、それでいろんな国の旅行ガイドを見てたんです。ほら見てください、このシリーズ綺麗な写真で有名なんですよ。眺めていると実際に行きたくなっちゃいますよね。そうだ、もし海外旅行をするならどこに行きたいですか？ぜひ教えてください。わあ、パワフルですね。カバン一つで旅、かっこいいです。大変なことも多そうですけど、あなたならできちゃいそうな気がします。きっとよりたくましくなって帰国するんでしょうね。こうやって話していると想像が広がって楽しいですね。あなたが旅する姿が目に浮かびます。あなたならどこの国に行っても似合うんだろうな。私も一緒に行けたらいいな、なんて。ちょっと無謀ですけどね。いえ、特には。もう少し本を見たら帰ろうかなって思ってたところですけど。え、どこに行くんですか？いいところって、そんな、いくらなんでも抽象的じゃないですか？あ、ちょっと待ってくださいって。今日は旅行フェア？イベントが開催中だったんですね。通りで混雑してると思いました。だけどここで何か？あの、準備できました。いいですか？行きますよ。ダダーン。どうでしょうか、似合っていますか？アローハー。ありがとうございます。こんな格好をしたの初めてです。かわいいですね、この服。他にもたくさんあって、どれにするかで悩んじゃいました。まさか特設の催事にリゾート衣装の試着コーナーがあったなんて。あなたに誘われなかったらやっていたことも知らなかったと思います。最初はちょっとにぎやかで気後れしちゃいましたけど、思い切って参加することにしてみてよかった。普段着ない服を着てるだけで最高に楽しい気分になりますね。これがバカンス気分でしょうか。本当に南の国の海辺でこんな服を着たら、楽しすぎて熱が出ちゃうかもしれません。そのくらい今もドキドキしてるんです。選ぶだけでも楽しいのに、実際に着たらテンションがどんどん上がってきて、こんな格好の私、お姉ちゃんが見たらびっくりするだろうな。だけどこの格好で帰るわけにもいきませんしね。あ、そうだ、記念に写真撮ってもらってもいいですか？お姉ちゃんに送って驚かせたいです。いいですか？ありがとうございます。じゃあお願いしますね。ありがとうございます。
ね。やっぱり浮かれて見えます。じゃあお姉ちゃんに送ってみます。そうしっと。もう帰ってきました。お姉ちゃん、今私が海外にいると思ってすっごく驚いてます。そんなわけがないのに、お姉ちゃんたら。そんなわけないのに。いつか私にもできますかね。南の島でバカンス。そうですかね。うん、いつかきっと。なんだか今日はあなたから勇気をもらっちゃいました。海外旅行は夢のまた夢だってずっと諦めていたけど、でもそれは今日でやめにします。だって諦めたくなくなっちゃいましたから。あなたのせいなんですよ。だから約束してくれませんか。私はいつかもっと元気になって自分が行きたいところに行ってみせます。だからその時はまたこうして写真を撮ってください。本当の南の島でバカンスする私を。いいですか。二人の約束ですよ。はい、お疲れ様。二人の約束か。素敵じゃない。あんたたちならきっと叶えられる。私も応援するわ。ただ夢と挫折がセットなのが厄介よ。むしろ思い通りにいかないことの方が多いかもしれない。それもきっとしおりちゃんが一番わかっていることなのよね。それでも諦めていた夢に一歩踏み出した。しおりちゃんは向き合っていく勇気を出したのよ。あんたの行動をきっかけにね。それじゃああんたのやるべきことは明確よね。これまで通りあの子の力になってあげて。二人で力を合わせるのよ。あんたとしおりちゃんなら乗り越えられるはずよ。それじゃしおりちゃんのこと頼んだわよ。またね。
体はダウンしちゃったけど、私の心は負けません。たとえ花が枯れていたって笑顔で終わりたいですから。二人ならそれができるって、そう思います。だから今日は安静にしておきますね。明日いい思い出をちゃんと作れるように。でももう少しだけこのままでいいですか？手をつないでもらっているとなんだかほっとして、安心してぐっすり眠れそうな気がするんです。変ですかね。わがまま言ってごめんなさい。ありがとうございます。それじゃあもう少しこのままで、明日には必ず元気になってみせますから。無事に退院できてよかったです。あなたのおかげですね。じゃあこれは二人の力ですね。今日も力を合わせて頑張りましょう。出始めにルートを再確認しましょうか。花が咲いたと言われる場所はこの森の奥にあるんですが、かなり奥地なので、ガイドブックによるとだいぶ険しい道が続くそうです。森の入り口までだけじゃなくて、そこから花の生育地までもですね。時間にも注意です。日が落ちるとそのまま遭難しちゃうかもしれないので、たどり着くだけでもなかなか大変そうですね。覚悟はいいですか？頼もしいです。私もあなたのパワーに負けないよう頑張ります。それでは。綺麗だったよな、開花の瞬間。本当に来てよかった。一生の思い出だよ。だってもうあれ見れないんだろ。まあ何十年に一度の機会だからな。もう枯れしまっただろう。でも俺の記憶の中で今も咲き続けているぜ。なんてな。あれ、あんたたちこれから行くのかい？残念だが開花は昨日だったんだよ。今から行っても。教えてくれてありがとうございます。でもいいんです。花は見られないかもしれないけど、せめて咲いていた場所を見たいから。そっか、じゃあ気をつけてな、お二人さん。森の道はなかなかハードだからよ。はい、行ってきます。えい、えい、おー。ふぅ、やっと森の入り口です。ここまで来るのも一苦労でしたね。でも今回は風に飛ばされませんでしたよ。褒めてください。なんて冗談も言えなくなりますかね。ここからさらにきつくなるみたいです。今のうちにお水を飲んでおきましょうか。こまめな水分補給が大切ですし。どうかしましたか？え、本当ですか？カバンの中にもないですね。落としちゃったのかもしれませんね。道も険しかったですし。あの、よかったら私の水筒を使ってください。幸いコップはありますし。遠慮はダメですよ。二人で力を合わせるって決めたじゃないですか。と言ってもたかがお水ですけど。どういた
しまして。喉が渇いたらいつでも言ってください。どれくらい歩いたんでしょう。いつもより息が苦しい。病み上がりのせいかな。こんな調子じゃ。すみません、心配かけちゃって。そうですね、そこで休みましょう。結構歩きましたね。地図によるともう少しみたいなんですが。ダメだ、息苦しい。どうして、あと少し、あと少しなのに。はい、どうしたんですか。顔を近づけて。私が困っていると、ふらっとあなたが現れて、たわいもない話をしているうちに相談に乗ってくれて、そうしているうちに楽しい時間に変わっていって、だからこうしてここに来ようって決心できて、どんな時も最後は笑顔でいられた気がします。そんな時いつも隣にあなたがいましたね。いいですか？また相談しても。はい、何でもお見通しなんですね。疲れが溜まっているせいか息苦しくて、ここで無理をするとまた体調を崩しそうな気がしていて、なので長めの休憩が必要になりそうです。ただ帰りの時間も考えるとどうしようかと。でもそんな、これ以上あなたのお荷物になるわけには。それじゃあ失礼しますね。お願いします。すごい力持ちですね。私が軽いだけですか？確かによく風に飛ばされちゃいますけど、でもすごいですよ。では振り落とされないようにぴったりくっついちゃいますね。キュー、やっぱり男の人なんだ。広い背中、身を委ねても安心できます。背中越しにあなたの鼓動が伝わってくる。力強いですね。あれ？でも少し駆け足に。あなたのドキドキはこんな感じなんですね。ここがついに着きましたね。おぶってくださってありがとうございます。
冗談を言えるぐらい元気なんですね。ぜひトレーニングの時は呼んでください。いつでもおぶられますよ。私の方はもう息苦しくありません。あなたのおかげで休めましたから。花はやっぱり枯れてしまっていますね。一日で枯れるというのは本当みたいです。だけど緑の葉が艶やかです。すぐに枯れてしまうなんて儚い印象でしたけど、もしかしたら生命力にあふれた植物なのかもしれませんね。ううん、むしろ強くて当然なのかも。開花の時を何十年も待てる花なんですから、きっと忍耐強いんですよ。儚い花も意外と強い。新しい発見ですね。今ならこの花がタイトルに選ばれた理由がわかる気がします。あれ、そんな外れの方に行ってどうしたんですか？そっちには何もないはずですけど。こっちって姿が見えないけど、この大きな岩の裏ですか？はい。あ、これってまだ咲いてない花のつぼみ？岩の陰にこんなにたくさん。でもどうして？あ、そうか、きっとこの岩が原因ですね。光を遮られて開花できなかったんですよ。よく見ると茎も細くて形も小さいみたいですね。日当たりが悪いからでしょうか。日の当たる場所ならこんな風にはならなかったのに。どうしてこんなところに根を張っちゃったんだろう。なんだか自分を見てるみたい。はい、きっとこの花も他の子と同じように咲く瞬間を楽しみにしていたんだと思います。出遅れちゃったけどまだ諦めてない、そんな感じがしますね。なんだか愛おしいです。咲かせてあげたいですね。日光さえあれば開花できると思うんですけど、問題は光を遮るこの大岩ですね。はい、やってみましょう。押したら意外と軽いということもあるかもしれません。百聞は一見にしかずをこの旅で学びましたし、準備はいいですか？行きますよ。通りものすごく重いです。そうだ、弓矢を試してみてもいいですか？あなたの力もお借りすれば岩に穴を開けることができるかもしれません。ありがとうございます。よし、これなら。下がっていてくださいね。いきます。エンチャントアロー。あれ、どうして？深呼吸ですか？ちゃんと二人で力を合わせるために。大切なのは二人のペース、力を合わせること。それを意識するように深呼吸ですね。わかりました。呼吸を合わせるだけで鼓動や心まで共有しているような
不思議な感覚になります。あなたと呼吸を合わす、それだけで心が静かになるのが感じられます。心強いです。うん、今ならもう一度お願いします。胸の奥から力が溢れてくる。あなたを感じるだけで鼓動が大きく強くなって、でもそうですよね、この温かさに私はいつも力を、勇気をもらったんだから、ドキドキするような生きる力に。そっか、きっと私は知りたかったんだ。私だってしたいことにちゃんと向き合える、別に諦めなくてもいいんだって。だってこの世に生まれてきたんだもの、いびつな花も咲くことができるはず。一生懸命命を燃やしているんだから。決して綺麗な道のりじゃなかったけど、二人で力を合わせたから私はあなたとここにいる。旅立つ前のワクワクも鼓動の強さも繋いだ手のぬくもりも全部全部知っちゃったんだから、二人だからできたことだって。そう、私たちが力を合わせれば、聞こえるのは一つの呼吸と鼓動だけ。雑音はもうない。手の震えも止まりました。呼吸も鼓動も心もあなたと一つに。あとは狙いを定めるだけ。はい、もう迷いはありません。この矢に全てを込めます。エングルスアロー。光が差し込んで辺りが明るくなってきました。成功です。穴が開きましたよ。ほら、ちゃんと地面まで光が当たります。あとはこの花次第ですね。見守ってあげましょうか。大丈夫、意外と強いあなたならできるはず。私にもできたんですから。なんとか戻ってこられましたね。もうクタクタです。でも本当に良かったですね。はい、命が輝いているようでした。儚い花だと思っていたのに、強くて鮮烈な美しさを感じて、あの花を見て思いました。いびつな花でも弱い体でも輝く方法があるんだって。だから私決めました。もっと自分のしたいことに向き合っていこうって。これからは執念深く、ずっと諦めていたことにも挑戦してみせます。と言っても私の場合ささやかなことばかりですけど、でもそれでもいいですよね。それが私のペースなんですから。でもあなたと二人ならもう少し大きな夢も叶えられる気がします。この旅に出られたのも花を見られたのもあなたと一緒だったから、二人で力を合わせたおかげでしたから。はい、本当にこの旅に出てよかったです。また壁
壁にぶつかった時はこの旅を思い出します。思い通りにいかないことは多いけど、それでも一歩踏み出したんだって、乗り越えることもできるんだって、この旅で私は知ることができましたから。あとそんな時はあなたがふらっと現れて力を合わせてくれることもそう思うと旅の終わりもあまり寂しくないかもですね。呼吸も鼓動もあなたと一つに。